ジェフリー・エプスタインの元パートナーの女で、最近逮捕されたギレーヌ・マクスウェル容疑者ですが、現在も取り調べが続く中、エプスタインのドキュメンタリーが米国で放映される予定です。そのエピソードの中で、2000年初めの頃に、マクスウェルが、著名人が集まるパーティーに出席。そのパーティーで、パリス・ヒルトンを初めて見たそうですが、パリスの美しさと、その見た目の華やかさに驚き、マクスウェルは友人に、あの美しい若い女性は誰ですか？彼女ならジェフリーのデートする相手に完璧だわと興奮気味に話していたという。当時19歳だったパリス・ヒルトンを見たマクスウェルは、とても喜びながら、友人にこうつぶやいたそうです。うわぁ、彼女は本当にジェフリーにぴったりだわ。ご紹介いただけますか？と頼んだという。その頃、パリス・ヒルトンは、ドナルド・トランプの経営するモデリングエージェンシーとのサイン契約を果たしたばかりだったそうです。その後、みるみるうちにモデルだけでなく、お騒がせなヒルトン家のお嬢様としても有名になり、大人気となったのでした。話は元へと戻りますが、マクスウェルの友人は、サバイビング・ジェフリー・エプスタインと題する、ドキュメンタリー制作者に、マクスウェルが当時エプスタインのために、デートする若い女の子を募集していたという噂があったと話しました。ジェフリー・エプスタインは、児童虐待、児童性的暴行、強姦、小児性愛者など複数の罪で逮捕されましたが、裁判が始まる前に、ニューヨークの留置所で自殺したとメディアは報じました。マクスウェルは、エプスタインが亡くなった後、身を隠すように逃げ回っていましたが、エプスタインの未成年者への性的虐待を手助けしたとして、7月2日に逮捕されました。